海島助、海島助け大正5年11月1日は、日本の実業家。筑豊後三夜の一つである、海島財閥の創始者であり、筑豊丹田のうち、海島炭鉱を開発して、筑豊の炭鉱王、筑豊の石炭王の異名を取った。筑前国倉手郡の大型町の行商もする品農の家に生まれた。時は、幕末動乱の真っただ中で、 タスケの幼少時代は、黒船来光、大老、井伊直介の暗殺、尊能上一層の広まりと、様々な出来事が相次いで起こり、激動の時代を迎えていた。8歳の頃から生活のために、父と共に石炭掘りの仕事を始めた。炭鉱夫として稼いだ資金を元手に、明治3年から炭鉱経営に従事した。 明治10年の西南戦争による価格の冒頭で距離を得たこともあったが炭鉱経営に3度失敗した末明治18年に大野浦炭鉱を開けこうしたその後次々と航空を拡大明治政府の有力者だった井上薫との縁で三井財閥からの支援も得た明治十七年の日清戦争による公共でさらに事業を拡大し明治十一年に 海島工業合名会社を設立。明治42年に株式会社に組織変更して、石炭事業に専念した。また、海島市学と呼ばれた私立大野浦小学校、私立岩屋小学校なども設立した。大正5年11月1日、71歳で死去。海島炭鉱は、その後、4男の海島大地が継いだ。家族主義経営を標榜して、 従業員とその家族向けに、上記の学校の他病院を整備し、ご安全にという現在も建設、製造現場で使われる自己防止の標語も掲げて、労働環境に気を配った。第二次世界大戦後、日本のエネルギーは、石炭から石油への転換が進んだが、多角化を今占める、開示負け加減があったため乗り遅れ、1976年に、 会社構成法適用を申請して閉山した。ありがとうございます。